どうも、うんちする、絶対、かぶせです。暴れてる、待って、挽回。閉じてんじゃねえか。というわけでですね、今回、かぶせたビデオ、都市伝説シリーズでございます。ポロン。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。よろしくお願いします。ほー、ナイストゥミートゥー。やあ、ミスター関。のび太のくせに生意気だぞ。アクター関じゃねえか、それ。今回の都市伝説は、大人も子供もみんな大好きな、ビデオに映ってしまった幽霊がいるのね。というわけでですね、今回はその AV に映ってしまった幽霊について触れていきたいと思います。2001年2チャンネルの AV 板のスレッドに、とある裏ビデオについての議論がされていたんだけど、その中の一人があることに気づいたんだよね。後ろに真っ白な女の顔が映っていませんか。すると次々とその裏ビデオを買った人たちが自分のビデオにも映っているってことに気づいたらしいんだよね。俺も AV 見たい。抜きたいだけじゃねえか。その AV は新横浜番外編2っていうタイトルの裏ビデオなんだけど、女優が男優の男性器を加えて舐めるシーンがあるんだけど、そのシーンに映っているベッドの後ろに真っ白い顔の黒目しかない女が映っていたんだよね。セタクス全やんだよね。はっきり言うな。女遊びすんなのに。この女は一体何だったのか。実はこの女の正体については2つの説が流れているんだよね。1つは出番待ちの女優説。実はこの作品には2人の女優が登場していて、出番を待っているもう1人の女優が映ってしまったとも言われているんだよね。そのもう1人の女優と幽霊の顔を比較してみると割と似てるんだよね。生き別れの姉かも。ややこしくなるわ。そしてもう1つが本物の幽霊説。とある人物がこのビデオを作った関係者に話を聞いたところによると、あの撮影現場には女性は1人しかいなかったらしいんだよね。さらにこのビデオをプロの手によって修復と補正をかけたらしいんだけど、問題の顔にはやっぱり白目の部分がなくて黒目だけだったんだよね。このことからこのビデオに映っていた顔は本物の幽霊なんじゃないかと言われているんだよね。私も幽霊見たことありますよ。メロスグランデ。炎じゃねえかそれ。この新横浜番外編2の他にもタイトル等の詳細は不明だけど、某アダルトビデオサイトハムスターにも幽霊が映っている AV が投稿されていて、車の中で性行為をしているシーンがあるんだけど、そのシーンの画面の横から青白い顔がスッと覗いてきてるんだよね。高齢者は免許返納しよう。そういう動画じゃねえよ。幽霊はたとえそれがアダルトビデオであろうとも、何かを我々に伝えたくて映ってしまうってことなんだよね。もしかしたらこの動画の中にも何かを伝えたい幽霊が映ってるかもしれないんだよね。直接伝えればいいのにね。できねえから映ってんだろ。